1912年10月、辻真っぴらひく1914年7月27日は、小木藩市、剣術家。小木藩神経統流剣術指南役、長田宇玄治の子として、非然国王議軍春家村に生まれる。名は、愛三郎。6歳から父に心形刀流を学び、12歳で、藩校校長官の愛門引き立法を命じられ19歳まで務める。 1869年6月、藩主の命で東京へ出て、自家新加瀬流、第15代、長沼化粧人に入門。1870年4月から1871年1月まで、名古屋藩知事、徳川義則に憲法を指南する。廃藩知見後の1873年8月、福岡県久留米の琴平神社境内での激憲工業に参加。 1875年、心形形な流免許改伝を受ける。1884年頃、佐賀県巡査に任官。県下の警察署、巡査教習所、佐賀県立第一中学校、同補木文校で県実を指南する。1899年6月、第二本部特会の会員募集のため、佐賀県立第一中学校に講演に来た、渡辺昇と試合を行い。 渡辺を子供のようにあしらったという。1905年、第二本部特化より剣道教師号。1909年、剣道半士号を授与される。1911年、剣道系制定のため全国から25名の剣閣が選ばれ、委員会が結成される。辻はそのうち5名の主査の一人に抜擢された。1912年、 大日本帝国剣道型が発表される。1913年、南満州鉄道に剣道教師として招かれ、一家で満州に移住する。1914年、満州で死去。ありがとうございます。